1位を受賞されました三重大学パク副学長岩様、前の方へどうぞ。三重大学では環境に関する中長期的かつ高い目標達成に向けて着実に成果を上げていることが今回の評価につながりました。表彰状、総合部門第1位、環境教育部門第2位、国立大学法人三重大学殿。企画は学内における環境対策を先進的に実施し、第5回エコ大学ランキングにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。よってここにその栄誉を称え、これを表彰いたします。平成25年12月14日 NPO 法人エコリーグキャンパスクライメートチャレンジ実行委員会、おめでとうございます。ということで三重ユーポイントということを考えました。三重大学の皆さんが主役でやっていくポイントですよと。で、活動している学生に関しては日単位も上げますし、それが1ポイント1円で計算をしてて差し上げるということで、最初100人ぐらいで始まったものが1年目過ぎて今は1000人以上の学生と、まあ、教職員も拒むこともありませんので一緒にやっているポイントを作って組み合わせております。で、最後になりますけれども、やっぱり大学は教育を考えなければならないというところで、これも見える化をしました。一体だけやっていくということではなくて、いろんなところで座学もそれから実践ができるようなプログラムを組んで ESD プログラムです。来年11月ユネスコ世界大会がまた愛知の場合で開催されることもありまして、私たち ESD 三重という取り組みで今やっているんですが、そこで学生を育てなければならないので、10単位を取った学生に対しては学長から ESD 資料証書を差し上げることになっていまして、1年目268名育ちました。1年の新入生の約 20% に値するもので、今年まだそれ以上になっていくと、その学生が主役になって来年 ESD 三重の、リーダーシップを取っていくという形になります。